株式会社東美は、長崎県で総合スーパーマーケット、エストービを運営している企業である。CGC グループに加盟している。関連会社が運営するスーパーマーケット、エスマート、ステイについても、本校で解説する。前身は、佐々木ふさおが1923年11月に、創業した、佐々木防水フアマグ店。当時は、 黒一式の雨がっが主流であったが、色付きの防水用薬剤を開発して、青や黄色の明るい色の雨がっを売り出し、その好評から雨がっの佐々木と呼ばれるようになる。長崎市恵比寿町で2年、西古川町で3年営業の後、昭和4年、浜町の本通りに進出し、2年後には、医療雑貨、化粧品、小間物などを加えて、野合を。 佐々木百貨店と改めて開店。百貨店の故障を使った長崎で最初の事例とされる。しかし、まだ基礎が浅かったため、ワシントン会議に次ぐ不況に対応できず、1935年に倒産する。佐々木は18銀行の当時の営業部長が、朝鮮銀行の満州各地支店長に紹介状を書いてくれたおかげで、大連に落ち着き、 北東政府の下で、長崎、佐賀、熊本などの物産を販売する、山田や商店を起こして、再起を図る。あとに、天津の造幣局払い下げで、三井、三菱に競り勝ち距離を得て、北東貿易講師の他数社の事業を経営する。やがて、大東亜戦争に突入すると、天津での全事業を閉じて、長崎大連航路の最後の便で、長崎に引き上げる。 昭和16年、酒屋町で、鉄鋼工,工場を併設した、旅館祭りを開店。工場では、旋盤用の切削油が不足していたが、かつての防水用薬剤開発の経験を生かし、切削油を開発して使用していた。それを聞きつけた、軍関係者からの研磨剤の製作依頼も受ける。やがて、これらは、原爆で消失してしまう。昭和20年10月、 疎開させていた高級美術品を集め、東浜町に新中軍向けの高級美術品店、佐々木美術品店を開業。昭和22年6月に医療と用品専門の店、東洋美装店として再発足する。昭和26年3月24日25日には、総数50名のモデルが出演して、春のモードを紹介する、長崎発のファッションショーを開催。 昭和30年代後半、創業の思いにもつながるレインコート販売に執念を燃やしており、雨が降り出したらすぐに、東洋美装店担当の広告代理店に依頼して NBC 長崎放送で、レインコートのラジオ CM を流してもらい、大売れしたという。NBC が、テレビ放送を開始する様になると、サンセット77-0011ナポレオンソロの提供スポンサーとなる。 昭和41年9月、新地通西浜の街角の長崎小畜、映画劇場跡地で工事を進めていた場所に店舗を移転し、10月1日に屋号をエスト帯と改称して、現在の地に開店。公費5億8000万円をかけた、鉄筋コンクリート作りで、地下1階、地上8階、東屋3階建てという、近隣の丘製、西浜屋両百貨店に並ぶ。 高層店舗であった。地上6階までを S トーミが使用し、7.8階は長崎小畜劇場、ビリヤード、マージャンなどの娯楽施設、屋上には遊園地、バッティングセンターを備えていた。昭和43年3月にはスーパーマーケット、S マラトを運営する関連会社、S マラトを創設する。2011年9月、 エストーミ本店の地下食料品売り場を全面改装。昭和39年12月27日、火災により全焼した後エストーミの近隣には、長崎店、銅座店が位置する。ありがとうございます。